皆さんこんにちは、ティムです。僕は今これは東京羽田空港の近くにあります、城南島海浜公園というところに、来ています。この公園、羽田空港の沖合にあって、対岸が羽田空港の滑走路があって、実は、滑走路をですね、降りてくる飛行機の真下にある公園として、知られていて、羽田空港滑走路が最近この10年でですね、増えて、もともとは横風の時用にしか着陸しなかった滑走路なんですけれども、この、滑走路を、普通に降りてくる飛行機が増えて、真下から、飛行機を眺めることができたり、今見えているような感じで、飛び立っていく飛行機を遠目に見ることができるというところで、航空機のファンとか、あとはここ東京都で唯一の、人工砂浜があって、ここと確か、お台場海浜公園のところの砂浜が、東京都の唯一の、砂浜だったりするんですけど、実はこの砂浜人工的に作られてるんですけど、アサリが取れたり、するんですけれども、干潟があったりとか飛行機が降りてきたりとか、あとは羽田沖の飛行機船がですね結構行き来するところでも知られているので、ここはあと魚も釣れたりとか、あとはデートで訪れたりもできたりとか、あと途中出てきますけれども、キャンプ場があったりとか、ドッグランをする場所があったりとか、都民の憩いの場として、知られているのでよく来るんですけれども、ここで今日は一日ぼーっとですね飛行機を見に、来ました。今回は、散歩というか、飛行機をぼーっと見るというような感じの、回でちょっとお届けしようかなというふうに思っています。今ちょっと飛び立っていく飛行機が出ていきましたけれども、こんな感じで船がゆっくり行き来する、結構たくさんの船がここは行き来しますし、伊豆大島とか小笠原の方に行く船とかも、ここを実は通っていったりするので、結構船を眺めるにも結構面白い場所だったりします。ゆっくり船は歩いて飛んでいきますし、飛行機と船の、スピードの、対比が面白かったりします。たくさんの、コンテナ船が、ここ行き来してて、横浜の方にたくさんコンテナ船は行くんですけれども、東京湾の方にもコンテナ埠頭があったりするので、たくさんの船が行き来していたりして結構面白いです。ドッグランがあってですね、犬を散歩しに、いらっしゃる方も、結構たくさんいますし、これなんかスノボーの、あれだ、ボード乗り場ですね。ここもこんな感じで整備されているので、遊びに来る方が結構いらっしゃって、結構いつも週末になると結構にぎわっています。でこの広い公園があって、公園のところからこんな感じで飛行機が降りてくるのを眺めたりすることが、できて、結構乗り物好きには結構面白い場所なんじゃないかなと思います。ここからですね、ちょっと遠くから飛行機が順番に降りてくるところを見ていこうかなというふうに思っています。まずこれ最初の飛行機は、これ JAL のエアバス機、エアバスの350かな、かなんかの飛行機が降りてくる、シーンになるんですけれども、東京湾ずっとゆっくり降りてきて、カーブして最後、この、公園の砂浜の真上を、飛んでいくような、感じになります。まだ結構離れているので、ちょっと今カーブして旋回するところですけれども、まだ飛行機がどんな飛行機かちょっとわかんないような感じですけれども、見えてきました。まだこの辺だと飛行機の音はあんまりうるさくないですね。旋回が終わっていよいよ近づいてきました。この辺から飛行機のですね、そのエンジン音が結構聞こえてきます。この無防備に飛行機が降りてくるシーンっていうのは、風に言われながら降りてくるんですけど、結構美しいというか、特にこの着陸する寸前のシーンですね。後ろ側からまもなく滑走路見えてきますけれども、こうゆっくり降りてくるシーンっていうのは、昼間見ても美しいですし、夜は夜で、幻想的な光の中降りていくのが面白いですけど、昼間の方が飛行機の翼が全部見えるので、翼がそのしなった感じでゆっくり降りていくところが美しいなと思いますね。着陸しましたね。ではまた新しい次飛行機、今度やっていきます。で今度の飛行機はこれ結構珍しいんですけど、これウフトハンザの多分ドイツの方から飛んできた、フランクフルトの方から飛んできた結構珍しい飛行機で、今ちょっとコロナなので国際線ほとんど飛んでないんですけれども、本当は国際線飛んでると羽田空港結構この時間だとたくさんヨーロッパからの飛行機が飛んでくるんですけれども、数少ない、ヨーロッパから飛んできた飛行機ってところでルフトハンザ機が降りてきます。遠くから見てるのでルフトハンザ機かどうかはあんまり見えないんですけれども、だんだん見えてくると思います。
見えてきたかな。さっきより多分飛行機が大きいと思うんですけれども、これも多分さっきと同じJALとのエアバス機なのかなと思うんですけど、ルフトハンザの飛行機が降りてきましたね。ドイツの航空機結構かっこよくても好きなんですけど、ゆっくりと降りてきました。同じようにまた滑走路にゆったりと降りていきますね。で、降りていく飛行機をいろんな人が眺めていたりするのもこの公園の大きな特徴です。着陸しましたね。今度はちょっと違う角度からお届けしますけれども、今度は多分全日空の飛行機なのかな。ちょっと真下というか少しずれたところの角度から今度は降りてくるシーン、ちょっと飛行機の横側が見えるような形で今度はお届けします。これ787じゃなくて多分767かなんかの飛行機なんじゃないかなと思うんですけども、あ、これ全日空じゃなくてこれ JAL でしたね。 JAL も多分この767かなんかの飛行機かなと思います。ちょっと横からずれた方が飛行機は綺麗に撮れますね。こっちが多分全日空の飛行機なのかなと思います。ゆっくりと降りてくるんですけれども、これ結構距離としては離れているのでゆっくり降りてきているように見えてますけれども、まあ結構速いスピードで降りてきてるんですけれども、結構風が吹いているので風の音がうるさかったりしますけれども、まあ海沿いなのでこれぐらい風が吹いてるのは普通で、まあちょっと揺れてますけれども、そこまで揺れてる感じじゃないですね。やっぱ全日空、これが全日空の飛行機になります。これも多分767かな。ちょっと小型の飛行機ですね。国内線結構たくさん飛行機飛んでますけれども、777とか787の飛行機は以前よりは少なくなって、767とか737の飛行機ばっかりになってしまって、ちょっと同じような飛行機ばっかりが着陸するから以前とは違って、あんまりですね飛行機のバラエティは飛んでないんですけれども、まあ、飛行機が降りてくるシーンを眺めるのは毎回見ても面白いなと思います。今回は羽田空港の沖合にある城南島の海浜公園から飛行機の降りてくるシーンを、まあ散歩がてらというかお届けしました。僕の動画の飛行機で出かけるシーンとか乗り物に乗る動画も結構たくさんありますので、もしよければ見てみてください。